山梨弥生です。発売6日前のカウントダウンムービーをお送りしたいと思います。ですが、昼食のピザとカツ丼でお腹がいっぱいの山梨先生は少しお休みをしたいそうです。あ、私は日下沙織です。通りすがりに捕まり、なぜか出演させられています。すみません、私の代わりにカウントダウンムービーをお願いします。そう言われましても、こういったプロモーションは対象を絞った計画を入念に練り、その上でですね。すみません、食べてばっかりで役に立たない人ですみません。本編でもそうなのですか？失礼ですが、お年は？追い打ちが残酷なまでに容赦がない。いえ、聞くようにカンペが出ていたので。じゃあ、あのカンペも読んでください。どれどれ。ラブシックパピーズ、僕らは恋するために生まれてきた、発売6日前です。よろしくお願いいたします。これでよろしいでしょうか？バッチリです。あと、良い子のみんなはピザとカツ丼を一緒に食べちゃダメだぞ。弥生先生とのお約束。なるほど、満腹で人は土地狂うのですね。わお、すごく冷静。